近鉄山田線、山田線、山田線は、三重県松阪市の伊勢中川駅から、三重県伊勢市の宇治山田駅までを結ぶ、近畿日本鉄道、近鉄の鉄道路線。大阪、京都、名古屋方面から伊勢島方面への多数の特急列車が通る路線である。終着駅である宇治山田駅は、伊勢神宮の玄関口で、 その駅舎は国の登録有形文化財に登録されている。松坂駅伊勢市駅間で東海旅客鉄道 JR 東海の帰省本線、三宮線と競合しているが旧三宮街道に沿っておりルートは並行していない。名古屋線ン駅松坂間も伊勢中川駅を迂回しているため並行はしていないものの帰省本線と競合する。しかし、 運転本数では近鉄が多い。名古屋セ津駅松阪駅間は近鉄の方が運賃が高く、松阪駅伊勢市駅間は近鉄の運賃が安いものの JR との運賃差は10円と近差である。なお JR は 30km までの自由席特急料金を310円までと格安に、したが近鉄は 40km までの特急料金を500円に、 据え置いたままである。全線で、スルッと関西カード及び J スルーカードは利用できないが、ピタパやイコカのほか、とかやマナコなどの IC カードが、全国総合利用サービスにより利用が可能で、自動改札機設置が設置されている伊勢中川駅、松阪駅、伊勢市駅、宇治山田駅を除いた各駅に簡易改札機を設置して対応している。キロポストは、 大阪線からの数字を受け継いでおり、大阪上本町駅からの距離の表示となっている。全線、名古屋東葛部、旧名古屋営業局の管轄である。特急列車のほか、松阪駅、宇治山田駅、石津川駅、鳥羽駅と大阪、名古屋方面とを結ぶ急行と、朝と夜に大阪方面との快速急行が運行されている。大ね平坦線で、 松阪駅付近と宮町駅宇治山田駅間を除いて急カーブがないため線形は良好であるが、速達列車の本数が多く、日中を中心に、それらが2.3本続いて走る時間帯もあるため、ダイヤに余裕が盛り込まれており、さほどの全力疾走は行われない。それでも、停車駅が少ないこともあって、伊勢中川駅宇治山田駅間の所要時間は、最短で特急が21分。 標定速度時速8 1トル、快速急行、急行でも23分、同時速7 4トルとなり、標定速度が高い。日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。終日運転されている。日中は、大阪南馬駅、大阪上本町駅発着の境四つ特急が、各一本ずつ、近鉄名古屋駅発着の名位四つ特急が2本。 一部時間帯に、京都駅発着の経営特急が1本、合計4.5本が運転されている。ラッシュ時は、宇治山田駅、羽駅、賢島駅発着の他に、松阪駅発着の大津特急、経営特急も運転されており、伊勢中川駅松阪駅間では、最大4本の6本の運転、松阪駅宇治山田駅間でも2の4本の運転が、確保されている。 編成量数は4から8両であるが、多客時の境特急の増結を考慮して、伊勢中川駅、松坂駅、伊勢市駅、宇治山田駅の法務庁は、大重量まで対応可能である。山田線の特急停車駅では、伊勢中川駅が増結、切り離し可能であるが定期列車は、山田線内での増結、切り離しを行わない。特急び経緯特急の基本停車駅は、 系統を問わず、山田線内はすべて同じ停車駅である。島風と休日に設定される、名位、万位高特急は、山田線内では、伊勢市駅と宇治山田駅にのみ停車する。編成の向きが、境、京位特急と名位特急では異なっており、前車は、賢島より、後車は、名古屋よりが1号車になっている。これらは、中川短絡線を経由する。 名阪特急の編成に合わせているためである。急行系の列車は終日運転されている。9時から16時までの日中は、大阪上本町駅発着と、近鉄名古屋駅発着の列車が1本ずつ、約30分間隔で、鳥羽線伊鈴川駅、一部は宇治山田駅まで、まで運転されてり、伊勢中川駅松阪駅間では、近鉄名古屋駅発着の急行が2本追加されて、 合計4本運転されている。日中以外も伊勢中川駅松阪駅間は約15分から30分間隔で、松阪駅宇治山田駅間は約30分間隔で運転されているが、近鉄名古屋駅発着列車を中心に、鳥羽線鳥羽駅まで運転され、近鉄名古屋駅発着急行の一部は、宮町駅にも停車している。大阪上本町駅発着の列車のうち、松阪駅、 石津川駅発着の一部列車は、快速急行に変更されるが、大阪線坂木原温泉口駅から、鳥羽線石津川駅までは、停車駅や所要時間に違いはない。編成量数は、大阪線直通、名古屋線直通列車ともに種別、行き先を問わず6両編成が基本で、日中以外の一部列車は4両編成で、運転されている。ほとんどの列車が長距離を走破するため、 異常時の突発的な運用変更がない限りは、必ず2610系、5200系、5820系などのトイレ付きの車両が充当されている。山田線の急行停車駅では、伊勢中川駅を除くと、松阪駅が退避可能となっているが、伊勢中川駅伊鈴川駅間の停車駅が、おつ特急と大差なく、下りゅ山田方面駅は、 伊勢中川駅の時点で、ほとんどの車が、大阪線名張駅や名古屋線、塩浜駅、伊勢若松駅などで、お津特急に抜かれているため、後発のお津特急よりも宇治山田駅まで先着し、上り列車は、特急が発車した後に、宇治山田駅や鳥羽線伊鈴川駅を車するため、高特急の運転時間帯を除けば、山田線内では、基本的に特急を退避しない。 急行通過駅の一部及び、鳥羽線浅間駅、池の浦駅は、終日無人駅であることや、急行停車駅間の距離が長いこともあって、不定期で、車内検察が実施される場合がある。2016年3月19日のダイヤ変更で、快速急行の運転時間帯が大きく変更され、朝は6時台上り始発と、平日10時台下り鈴川駅終着。 夕刻は19時から21時台、平日は22時台下り到着列車のみとなり、2018年3月17日のダイヤ変更で、平日10時台下りの伊豆津川駅が消滅した。また、2016年3月18日までは朝に、名張駅発伊豆津川駅行き急行が、2018年3月16日までは、平日朝に1本のみ、名張駅発、 万駅行き急行が設定されていた。府中列車は、多くが、伊勢中川駅島線かし島駅間の運転で、ラッシュ時に、伊勢中川駅宇治山田駅、鳥羽線伊鈴川駅、鳥羽駅間の列車、早朝と夜間に、明星駅宇治山田駅、鳥羽駅間の列車、朝と夜間に、名古屋線白塚駅かし島駅間直通の列車がある。早朝と夜間の一部列車を除いて、 大多数の列車がワンマン運転を行っている。朝夕の一部列車を除き終日2両編成で運転されているが、急行停車駅以外の各駅のホーム有効長は1992年より4両に変更されている。一部、名古屋線からの伊勢中川駅が伊勢中川駅で系統変更し、宇治山田駅まで運転する、その逆もある列車や、 早朝に一本のみ明星駅始発の列車が大阪線名張駅まで直通運転されている。特急、快速急行、急行との緩急接続はおおむね伊勢中川駅か松阪駅、松阪駅では一部列車のみ、伊勢市駅、または宇治山田駅で行われており、日中は松阪駅、または串田駅、明星駅、または明野駅のいずれか2カ所で、 特急、急行の対比を2回以上行う。直通列車を中心に運転距離は長いものの、トイレは設置されていない。2004年までは、宮町駅にて折り返す島線直通列車、ワンマン運転や大阪線名張駅、東青山駅う治山田駅間の大阪線、直通列車、2009年までは下りにも1本、大阪線名張発明星駅の直通列車、うつつは、 名張発初伊勢中川駅と伊勢中川発明生駅に系統分割があった。2012年3月19日までは、下りは基本的に白塚発の時点から賢島駅として運転されるのに対し、上り列車については賢島初伊勢中川駅として運転され、伊勢中川駅到着後に列車番号を変更し、改めて白塚駅として継続運転するのが基本であった。 日中と深夜は毎時2本30分間隔での運転が基本で、朝夕のラッシュ時には毎時3本最大5本の運転となる。2013年10月に開催される第62回伊勢神宮式年仙宮に合わせ、2013年10月5日から伊勢市駅島線か四古島駅にて運転されている観光列車と休日の日中に往復のみ運転されており、 山田線内では伊勢市駅当時山田駅に停車している。車両は専用形式の2013系が充当される。2012年3月19日まで大阪上本町駅から松阪駅間に区間快速急行が運転されていた。山田線内の停車駅はオッツ特急や快速急行、急行と同じである。同年3月20日のダイヤ変更からは 快速急行に種別を改めた。廃止前の最後期であった2011年度は、松阪駅始発の大阪上本町行き、区間快速急行は、平日1本、休日は2本運転、すべて早朝に運転され、松阪駅終着の区間快速急行は平日は4本、うち1本は朝に運転、休日は2本運転されていた。夜運転では、青山町駅、 松阪駅発着を延長運転する形式で、宇治山田駅、伊豆津川駅発着も運転されていた。上記区間快速急行の前身として、上本町駅、現在の大阪上本町駅から、松阪駅間、1976から1978年は、平日一本のみ、名張駅発宇治山田駅行きも運行に、区間急行が運転されていた。 設定時期は1964年10月1日から1970年3月21日変更前までと1976年3月18日から1978年3月18日変更前までであった。中間の1970年から1976年までは区間急行は山田線内では運行されず松阪駅発着列車も 急行として運行されていた。上機区間急行のさらなる前進として、上本町駅から松坂駅間に通勤急行が運行されていた。設計時期は1961年3月頃から1964年10月1日変更前までであった。1983年3月18日のダイヤ変更まで近鉄名古屋駅から トバ駅間に準急が運転されていた。山田線内の停車駅は急行の全列車停車駅と同じで、一部の急行が停車する宮町駅は通過していた。また、1959年の名古屋、線改め駅前による1960年1月20日変更前までは、大阪線名張駅から宇治山田駅間にも準急が運転されていた。 1964年3月23日のダイヤ変更まで近畿日本名古屋駅、現在の近鉄名古屋駅から宇治山田駅間に直行が運転されていた。山田線内は各駅停車で、通過駅は名古屋線内の米野駅と大駅間の各駅と、スケコ木駅のみであった、富吉駅は当時未開業。 大晦日から元旦にかけての終夜運転は、ここ最近では、大阪、京都、名古屋から、伊勢方面への特急を、おのの30から60分間隔。大阪、名古屋方面から、伊勢方面への急行を、おおむね60分間隔。一部時間帯を続、普通を30から60分間隔で運転される、携帯となっている。時刻については、近鉄の公式サイトでも公表される。 また、早朝の明城駅始発なばり駅普通が、鳥羽駅始発に延長される。毎年7月中旬の伊勢神宮、法納全国花火大会の時には、宇治山田発伊勢中川駅及び、宇治山田発追記の急行などが運転される。方向幕に、急行津という表示は入っていないため、簡易方向版での対応である。 山田線のうち、明星駅宇治山田駅間は、東海地震に対する地震防災対策強化地域に関わっており、東海地震の警戒宣言が発令された場合、同区間では列車の運転が中止されることになっている。これに伴って、伊勢中川駅明星駅間では、特急列車の運転が取りやめられ、一般列車でも本数の間引き、 行行運転の措置が行われるる。ことになっている大阪線との直通列車は基本的に大阪線所属の車両が使用され、それ以外の列車は基本的に名古屋線所属の車両が使用されている。また、ワンマン列車には名古屋線所属の1201系、1230系、1240.1259系、1440系、9000系、 ワンマン対応車のみが使用されている。三宮急行電鉄により、大阪から伊勢神宮への速達ルートを開く目的で建設が行われた。開通と同じ1930年には、地元企業の伊勢電気鉄道が、桑名駅、伊勢電通駅から新松阪駅マイナス台、神宮前駅間と松阪と伊勢の間で、三宮急行電鉄と競合する路線を開業させている。 これは、三宮急行電鉄とその親会社である、大阪電気機動が関西系の企業であり、地元企業としての意地から、ほぼ同時期に建設されたものである。伊勢電気鉄道は結局この無理な伊勢進出がたたって、経営に行き詰まってしまい、三宮急行電鉄に買収され、同社自設の路線を三宮本線としたのに対し、名古屋伊勢本線と呼ばれるようになった。 三宮急行電鉄は、子会社の関西急行電鉄によって、伊勢電気鉄道が計画しつつも果たせなかった、名古屋進出を1938年に達成し、後に、その関西急行電鉄を、買収、さらに1941年に、大阪電気機動と合併して、関西急行鉄道となるが、この際に三急本線の打ち線、三急中川駅江戸橋駅間と接する伊勢、 中川駅より、西の区間を、それまでの大阪電気軌動桜井線と併て、大阪線、東の区間を山田線とした、名古屋伊勢本線も名古屋線と伊勢線に分割され、津線は名古屋線に編入された。伊勢線のうち、山田線と並行する新松阪駅マイナス台、神宮前駅間は1942年に廃止され、江戸橋駅武電駅、 かつての伊勢電津駅から新松阪間も近畿日本鉄道発足後の1961年に廃線となった。2015年11月10日調査による主要駅の乗降客数は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。